エルサンクレールはフランス、ノルマンディ地域圏、カルバドス圏のコミューン。1957年までガーン郊外にあるエルビルという名の村であった。1960年代に計画都市建設が始まり、20年間の間に人口は20倍に増加した。20世紀終わりには人口が緩やかに減少する利重を超えて人口は県、第2位となった。 カーンの北東にあり、海からは1 2トル離れている。エルビルはオルヌ川の流域にある。カーンらメール自治体関連号が運営するケオリス、カーンがエルビルとタコミューンとの間のトラム、バスによる公共交通を行う。道路はカーン環状線が通じているため、カーン都市圏内はどこへも最短時間で移動できる。オートルートは A13 が通る。 県道515号線が通っており、港湾都市、ウイストラムへは10分ほどで移動できる。カッシーニ地図に描かれた2つのエルビル・エルビルの名は、ラテン語のビッダとゲルマン語、おそらくサクソン語由来であろう、ヘアアールフとの混合からなる。語源からは、この地が中世からあったことが示される。ローマ遺跡に関する、考古学調査は乏しいが、村は、 ローマ人たちの廃墟の後に中世に作られた。古い教会の周りで1963年にメロビング朝時代の墓が発掘されている。近代においてエルビルは不運に見舞われた。一つは宗教改革時代にこの地、特に教会が捨てれたことである。同様に17世紀には薬病が流行し、領主がジャンバティスト・コルベールに変わった。後、 婚姻によって、両主の地位は、モンモランシー系へ移っている。1775年12月30日、カーアン周辺で地震が発生した。コミューンとしてのエルビルは、1793年に、サンクレール・デルビル、サンピエール・イコール・デルビル、サンテュル・サン・デペロンの3つの教区を合わせて誕生した。1920年代から1930年代までのエルビル人口の増加は、 非常に堅調であった。1950年代から1960年代、フランス国内において、カーンとその周辺の人口増加割合は高かった。この人口増加に対応するため、都市計画化の指揮の下歴史的地区の外側にあたる郊外に計画都市が作られることとなった。エルサンクレールの都市開発地域が、 カーンの一クラピエール・ウーズやシュマン・ベールと共に1960年に創設された。1960年代諸島には単純な村であったエルビルはカーン後輩最大の万流となり、県第二の人口を持つこととなった。この人口増加は特に北、アフリカ、サハライナーがアフリカ、南ヨーロッパからの移民の到来のためであった。これが コミュームの多様性を育むこととなった。経済上では失業率が若者も含めて非常に割合が高いことがコミュームの社会問題となっている。ソースイコール1962年まではカシニデエルイヘスを参照。1968年以降は陰性。ありがとうございます。